はい、皆さんこんばんは、大城でございます。ドローズフロントラインやっていきましょう。さあ、さて前回ね、ちょっとまあ大変なことになったと。はい、まあ大変なことになりましたね。でね、あの後ね、いくつか試行回数を重ねたんですよ。はい、ほら、実行済みが9とかになってると思うんだけど、何回かちょっとね、試行回数を重ねて、まあこんな戦法どうだろうかっていうのをいろいろやってったのよ。でね、その中で、俺が編み出した、まあ攻略法があって、で、その攻略法を使って、なんとか一回ガイアに勝ったのよ。うん、ガイアに勝ったのよ。うん。ただその時さ、動画外だったんだよ、動画外。いろいろさ、試行錯誤してるうちに、あ、これ勝てんじゃねえと思って挑戦してみたら勝っちゃったって感じで、まあ、動画外だったのね。だからさ、まあ、勝つわけにいかねえじゃん。そのままクリアするわけにはいかなかったから、はい、泣く泣く消しました。はい、はい、来ました。はい、実況者の辛いところ。はい、動画外で成果が上がっても、その成果をなかったことにして、前のセーブデータとかからやり直すっていう、はい、この苦行。はい、というわけで、やっていきましょう。はい。まあ、その戦法なんだけどさ、まあ、まずね、まず俺がね思ったのは、あれよ、この Q ターンというね、この Q ターンというターン数の多さよ、はい、意外と余裕がある。で、思ったのが、俺はまずこのね、アサルトライフルの部隊を、まあ、2人出すと、こういう風にこう出すと、それなりの火力を持ってる AR と SMG の部隊を出すと、はい、で、まずここ取ると、はい、この飛行場を取ります。この上とね、この上の飛行場を取ります。で、さらに余った2つパスでここの飛行場を取ります。はい、飛行場を取ります。で、砲撃指令も出しといて、こいつらぶっ飛ばすと。はい、こいつらぶっ飛ばす。はい、隙を与えるな。で、まあこいつはこうなるから、俺思ったのよ、最初から404正体をぶつけてから損傷が大変なことになると。だったら雑魚敵を一掃してくれる部隊を別に用意しておけばいいんじゃないかなかと。はい、いい勝利。あ、ここ重傷になったけど、これは仕方がない、ね、これは仕方がない、うん、これはちょっとしょうがない、これはマジで仕方がない。はい、まあ、とりあえずこれで1ターン目が終了するじゃない。で、俺が何を思ったかっていうと、まあ要は周りの雑魚敵をこの2つの AR 部隊で殲滅した後に本丸の404正体だとかを出すっていう、そういう戦法よ、うん、だからね、この部隊、要はこの AR 正体の部隊でも雑魚を一掃するには十分すぎる戦力だから、うん、てかね、 RFB が強すぎる。高烈焼いてくれるからね。高烈のさ、でバカ力誇ってる、なんかこのどでかい大砲とかライフルとか一掃してくれるから、ライズバレットで、ね、RFB が強すぎる。伊達にゲーマーじゃねえわこいつ、伊達にゲーマーやってない、うん。はい、まあこんな感じになるじゃん。こんな感じになりましたと。はい、まああとはね、もう簡単よ。あとはもう空いた部隊でもうひたすらこの何だっけ、憎たらしいライフル部隊を殲滅していくっていう、それただそれだけ、ただそれだけ、うん。頑張りましょう。ただね、問題があってね、これね、何だっけ、ゴリアテとか犬がいるところがね、若干ちょっとね、分かるのが遅くなるっていうのがちょっとね、若干のね、何点かな。はい、まあこれで今スオミがやられてしまったけれども、これでライフル部隊はほぼ全滅できた。はい、そしたらもうあとはもう撤退します。これこのまま撤退で、殲滅した後にこれで404正体を出して、でさらにこれも撤退させると。でこれで404正体をここに出して、で今度はこいつ、ここ本命マシンガン部隊。はい、マシンガン部隊。ちなみにこのマシンガン部隊ね、ちょっとね、あれいろいろさんね、考えてみた結果、ショットガンを1にして、マシンガン3体配備した方が強くねってなったんで、こうしてます。はい、とりあえずこれで向こうの部隊を回収しに行くんだけど、まずはここで止まっておこう。まずはちょっとここで止まる。あとはまあこのショットガンとマシンガン部隊でここの飛行場を取っておくと。はい、強い。はい、終わり。あらゆる状況で使える武器。はい、強い。それが私だ。ここで一回ターン終了。で、これで多分次のレーダーに犬が引っかかるはずなんだよ。引っかかった。また左上だね。うん、オッケー。また左上にいるから、よし、オッケー。じゃあこいつら倒しに行こう。左上の犬を倒しに行こう。
あらゆる状況で使える武器で、ここで補給しておかないとちょっと後々に自利品になりそうだから、ここで補給しといて、あとはもうまっすぐ犬を倒しに行くと。いやー、いいねいいね、動ける動ける、すごい動ける。で、犬はどうだっけ、犬はとりあえず、ちょっと待って、なんか動かないんだけど。失望させないように。犬が動かないんじゃねえ、間違えた。で、これで、真ん中のマシンガンは退避させる。真ん中のマシンガンは退避させると。で、ジェノワース。最終兵器、マグナムウェディング。多分このタイミングだったら当たるはず。タイミングずれてなければ。オッケー、当たった。ジェノワース来た。で、あとはもうこれで少し待ってるだけ。てかね、もうぶっちゃけ話、犬を倒してしまえば、ここの部隊はもうほぼ、もう役目は終わったと言っても過言ではないから、これでとりあえずもう大丈夫なはず。その程度なのね。まあ、とりあえずこれ、真ん中にずらしておく、真ん中じゃねえ、上にずらしておくか。はいはいはい、これで終わり。はい、終わり。あらゆる状況で使える武器。オッケー。ここまでよし。そしたらあとは ここで助けに行くと。OK、 救出成功。ここも読んだね。あ、読んだね、ここも。で、あとは、次、これ、かなりの悪手かもしんないんだけど、そう。どこだったかな？ヘリボーンで飛べるんだよね。ちょっと。ヘリボーンで飛ぶ。違うな。あ、また、あれか、ここで補充しといて、これ補給しといて、飛んで、で、この マシンガン部隊をこっちにやると。これで、もうゴリアテの場所が見える。中央のゴリアテの場所が見れると。オッケー。で、このターンはちょっと特に何もできないから、このターンは特に何もできないからこのまま終わりと。オッケー、じゃあ入っていこうじゃん。で、あとはまあガイアに勝てるかどうかだね。ちょっと待って、アップしなきゃ。これアップしないと操作ミスする。で、まあこのルーレットやってるうちにヘリボーンの弱体化も止まるから、まあまあこれでいいとして、で、あとはこれで横にこのゴリアテどもがずれるから、あとはまあこれでね、なんとかなってくれりゃいいんだけど。はい、で、あとはこうで。で、さて、行くか、ガイア。ターゲット発見。で、とりあえず、やることはこんな感じかな、とりあえず。まあ、真正面から。真正面にやっておいて。先行集団聞くっけ、こいつ。来るな、気持ち悪い。運が回ってきた。さて、ストーマアイが間に合うかどうか、ストーマアイじゃねえ、間違えた。やっと会えた。に殺したいやつ。待った、これは撤退だな。どうやら今回奇跡はこちら側に降りてこないようですね。とりあえずこれで撤退させるしかない。オッケー。で、このタイミングで殺傷流弾、そこまでに。これで当たるはず。オッケー、当たった。よし、来た。 G11 か。撤退させ、あ、やべ、操作ミスったけど。また G11 がまだ生きてる方がいいか。虫けらが消えちまえ。来るな、気持ち悪い。
まだ生きてる方がいいか。とりあえず。くそ。差し入れでいける。あ、待った。あ、行った。よかったよかった。オッケーオッケーオッケー。勝った勝った勝った。前より苦戦したけどなんとか勝ったぞ。オッケーで、これで、終了して、確保。え、これ、これ合ってるよね？大丈夫だよね？いけるよね？あ、オッケーオッケー、よかったよかったよかった。で、救助成功。で、あとはこれを撤退させて、で、ここに移動。させて回収完了。オッケーオッケーオッケー、なんとかいったぞ。うまいことギリギリだけど、かなりの4号強くなったね。ん、あんたの判断は正しい。今のあんたには生き残る資格がある。どうしてなの？まさか最初からそのつもりで。何のことだかさっぱり。あたいのドッグタグを持っていて中に伝えたいことを入れてある。わ、これなんかメッセージカードとか入ってんだろうな絶対。この装備も上げればきっと役に立つはずだから。他に方法はないの？あたりの思いつく限りじゃこうするのが一番だよ。ほら、残りのゲートは開いておいたから再び閉じられるまでまだしばらく時間はあるはず。だから今のうちにお願い。どういうことこれ？あのさ、マジ40は45に対して何をしようとしてたのかがわからない。あたりは戦術人形よ。たとえ死ぬことが決まっていようと最後は戦って死にたい。うわ、これなんかグロいグロいグロい。なんか目がグロいことになってるけど。メンタルを焼き切られて死ぬなんてまっぴらごめんよ。だから、私の手であなたにとどめを刺せっていうの。これは始まりに過ぎないんだよ、4号。まだ数えきれないほどの試練がこの先あんたを待ち受けている。それを乗り越えるための正しい選択はきっといつもあんたを一番苦しめる方法よ。でもね、生き残るにはそうするしかないの。正しい選択？そう、ちょうど今みたいに。あたいを殺さなきゃあんたまで消されちゃう。それじゃあこれまでの努力が水の泡よ。ちょっとさ、話の展開が読めない。わあ、目が開いた。目が開いた。口が開いたのか。なぜそんなこと？じゃあどうしろっていうの、4号。そんなにあたいと一緒に死にたいか。おお、なんかすごい口調が強くなった。あたいたちの運命を変える時がそこまで来てるよ。これなん、これさ、話の内容が読めない。あー、撃った。映画とかでよく見るやつや。うわーって言いながら引き金を引くやつ。もうおしまい。表紙抜けしちゃうわね。うるせえや、うるせえこの野郎。お前が強いんじゃなくてライフル部隊が強いんだろうが。この程度の攻撃者修理すら必要ないわ。あのぶっちゃけた話で言うんだけどさ、デストロイヤーそこまで強くないよねこれ。でもなんだかあいつの言う通りな気がするわ。ねえ、敵がこっちに押し寄せてきてるよ。41億早く援護に来てよ。こいつ一体どうしてこんなに強いの？いや、あのガイアが強いんじゃなくて、ぶっちゃけた話、これ周りのさ、ライフル部隊とかの方が強いんじゃないん？なんか今撤退したら拠点の中まで押し込まれるわよ。だけど私はもう限界なのよ。私のメンタルモデルじゃそもそも長時間の指揮なんて無理。私の力だけじゃやっぱりダメだったんだ。うわ、なんかナインが珍しく弱腰だな。ここで下がったらまずいことになるわよ。何、二人ともどうしたの？ま、私ですら、あら、諦めてないのに。そういえば、うん、そういえば、もうゲームオーバーなの？ RFB みたいなこと言うな。ナインの指揮がないとデストロイヤーを狙える位置まではもうたどり着けない。ごめん、みんな、私の性能がもっとマシなものだったら。てか思ったんだけどさ、45ネが鉄血製造製だったらナインはどこ製なん？ナインは普通に、あの、グリフィン製なんかね。45ネみたいに強ければ。そんな必要ないわ。お、帰ってきた、45ネ。約束したでしょ、私みたいにはならないって。おお。目が覚めたの？ほんとね。急に出てきたね。なんとか間に合ったよ。みんな感謝しろよな。この第三次世界大戦後最年少で天才人形修理師になった僕に。こういう風に言われると途端に感謝したくなくなるな。どうやらまだコンティニューできそうね、G11。G11って結構ゲームやる方だっけ？私がゲームしてるところ覗いたんでしょ。なんかやってそうだね。それにしてもいい時に戻ってきてくれたね、4号。感動の再会ってとこかしら。もしかして泣いてる？残念ね。あと10分遅ければあれいわってところよ。まあ、詰まるところ戻ってきてくれて嬉しいってことは、ことですね。わかります。でも目覚めたばかりだからまだ戦況が把握できていないんじゃないの？
ご安心を、現時点の戦場概要をすべて4号のメンタルモデルに転送してあります。仕事が早いね、シーヤさん。ね、今度デートしよう。それと鉄血の包囲網に突破口を見つけましたよ。デストロイヤーからの迫撃さえ逃れればうまく撤退できます。ほんと有能だな。どう、なんか最終対決って感じしない？お前はもうちょっと緊張感持て。男には厳しいから俺。それにしては心細いかな。でもようやく勝算が見えてきたわ。4号ね、隊長の権限と臨時式モジュールを返すわ。私たちを指揮してデストロイヤーを倒し、早くここから抜け出そうよ。あのさ、俺何度も言うんだけどさ、この指揮モジュールだとかさ、指揮権限だとかを返しますとか異常しますみたいなやり取りがさ、どういう風に行われてるのかが分かんないんだよね。なんか電子チップでも手渡してんのかね。なんか頭の中から、頭とかなんか胸あたりからさ、ターミネーターみたいにヒュイーンってなんか出してさ、それを別のさがターミネーターにブツって刺したみたいな、そんな感じになってんのかな。それともなんかインターネットでデータだけやり取りしてるとか、どっちなんだろうね。4号はその場でしばらく黙り込んだ。どうしちゃったの4号ね、作戦を続けないの？こんな時になんだけど、もしみんなにありがとうを伝えたいって言ったら。何それ、もう言っちゃってるじゃん。ほんとね、ほんとそれな。何を、もう少し感動的なのを期待してたのに。そういうのはいいから、私たちの得意な方をやりましょう。そうね、ドローンを大量に放ったからしばらくの間鉄血の攻撃を食い止めてくれるはずよ。あ、そういえばあれか、妖精セリボンしか使ってないね俺。先に言っておくけど、このままじゃ勝つ見込みは低いわ。そうかな。デストロイヤーの行動を錯乱して隙をつかなきゃとどめを刺すときは私の命令に従って。おう、4号ねの言うことなら何だって聞くよ。何でもできる。これでいいのよ。夜が明けるまで生き残ってみんなで家に帰るわよ。ここは生存フラグだね。死亡フラグに見せかけた生存フラグ。この最終局面においては、あー、なんとかなったわ。よし、じゃああとはこれを繰り返していきゃいいだけの話だな。オッケー、じゃあやっていきましょうか。ああ、そういえばさ、これ見れるじゃん。今ここなんだけどさ、この右上のやつ、この右上のやつ確か見てないよね。流れるかな、そういえば。あ、オッケーオッケー、流れた。セキュリティ、はい。あんたと接続してすぐ真実に気づいたら、あまりにもすんなりと記憶を同期させることができた。つまり、あたいたちのメンタルは元が同じだってこと。あんたに別の新しいメンタルを与えることさえ、あいつらはためらったのね。はい？考えてみれば、それもそうよね。あたいたちのような捨て駒にわざわざ手間暇かけて魂入れてやる必要ないもんね。これってさ、例えばなんだけどさ、捨て駒、40は捨て駒だってことが分かってたから、45を捨て駒にさせないぞっていうことだったんかな、これって、もしかして。人間にとって人間はただの哀れな道具。でもあたいたち自身にとっては、この体とその中にある思いこそがあたいたちの全てなんだ。これあれだな、多分さ、40は自分がと4号が捨て駒だってことに気づいてたけど、でも4号を捨て駒にはさせねえぞっていう。で、4号を捨て駒にさせないことによって自分自身を捨て駒にもさせないっていう、多分そういうことだよね、多分。ナインも撤退、これで第一三章。てかさ、なんでさ、このデストロイヤーさ、セリフないの？なんか寂しくない？さっさと消えて。寂しいよねこれ、なんかデストロイヤーセリフないって。オッケーオッケーオッケー、断罪も入ったね。あとはこれで押し切れるんじゃない？このままオッケーオッケー。任務完了。今回は割と余裕持って勝ったな。これで休めるでしょ。ターゲット発見、突撃。嘘だろ、おい。悔しい、もう入ってくんの？克服したはずなのに。だいぶターン数残せてクリアできたな。案外ギリギリにならんぞこの方法でも。よし、じゃあちょっとね、なんかまた分けちゃうのも申し訳ないんだけど、今日はここまでにするわ。ちょっとまた長くなっちゃったりしたら嫌だからね。うん。というわけで、次回クリアだね。OK。というわけで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。